京都府立京都スパル高等学校の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。今から皆様にご覧いただくのは、武士たちが世を支配していた時代、激動の人生を歩む人々が書いた。人はそれを「もののふ」と呼んでいた。混乱するように読まれながらも、己の断りを貫き通すために、戦をやめず争い続けた人々の話である。
うん。